王将初防衛をかけて登場した藤井聡太五冠。手に下げていたカバンから除菌シートと扇子を取り出し、対局の再開を待ちます。子供たちも注目する新旧二人の天才による世紀の対決。読み上げられた封じ手は、封じ手は5八銀。これを受けて藤井五冠はいつもの初手お茶からの5八同金と応じました。タイトル戦負けなしで12連勝を狙う藤井五冠と、前人未到のタイトル通算獲得数100期を目指す羽生九段。今日の2人の勝負飯は、藤井五冠は幸せの青い卵のオムライス、高輪牛シチューソース。対する羽生九段は浜本さんのうなぎを使用したうな重。お互い地元の名産で午後からの対局に臨みました。そんな中、会場からの電話を待つのは市内にあるカフェ立花屋。店の人気メニュー本わらび餅が王将戦で提供されるおやつの候補に選ばれたのです。とてもびっくりいたしまして、光栄な限りですね、はい。長時間の対局で消耗した体力を回復するためにも重要なおやつタイム。複数あるメニューの中からわらび餅は選ばれるのでしょうか。はい、お電話ありがとうございます。立花屋でございます。あ、はい、お世話になります。あ、そうですか、わかりました。どうでしたか。ダメでした。藤井五冠が選んだおやつはフレッシュジュース、パイナップルとアイスティー。九段は茶畑フィナンシェとコーヒーでした。白熱の対局の行方は、世紀の対決がどうなるのか気になりますけれども、両者の対局は今も続いているということです。王将戦七番勝負は先に4勝した方がタイトル獲得となります。藤井五冠の王将タイトルの初防衛か、羽生九段のタイトル通算獲得数が前人未到の100期となるのか注目が集まります。さあ、続いて3連休の土日、 JR 山手線の一部区間を運休し工事が行われた渋谷駅、およそ53時間にわたった異例の工事、車を徹底取材しました。外回りと内回りのホームが一つになりました。一番幅のあるところで16メートルほどになり、かなり開放感があります。今日から新しくなった渋谷駅のホーム、大工事の裏側では混乱を極める事態が。おととい、新宿駅の埼京線ホーム、工事で山手線の外回り大崎池袋間が運休となったため、池袋を通る埼京線に人が殺到したのです。閉まらないドア、駅員が乗客を車内に押し込みます。構内ではこんなアナウンス、駅員が乗客一人一人に運休を説明。目白駅では運休の情報が届かなかったのか、
ホームで来ないはずの列車を待つ人の姿が。新大久保駅ではこんな人も。今日だと思ってなくて日暮里に行きたかったんですけど、ちょっとそれがなくて困ってるって状況です。やっぱ遠回りして帰るしかないかもしれない。都心の大動脈の運休、混乱の裏側で工事は着々と進められていました。これは線路の切り替え作業の様子。枕木ごと作業員が道具を使って移動させます。すぐそばを電車が通り過ぎていきます。山手線の内回りが営業しているため大型の重機が入れられず、今黄色いヘルメットを着用した作業員らが人力で線路を動かしています。昼夜を問わず続いた作業、ついに3連休最終日の今日、新しくなったホームで運行が再開しました。利用客の中には鉄道ファンの姿も。来た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 。出発したのは外回り、そこに内回りが到着。2027年までに同じ規模の工事があと1回予定されています。タイの王女が意識不明にマイコプラズマへの感染が確認されました。タイのバチラヌイの国王の長女パチャラチティアパー王女は先月飼い犬の訓練中に意識を失い、首都バンコクの病院に入院しました。タイ王室は8日、王女が意識不明となった原因についてマイコプラズマに感染して心臓に炎症が起き深刻な不整脈となったためと発表しました。マイコプラズマは肺炎などを引き起こす細菌の一種です。王室によりますと王女は現在も意識がないということです。20歳の若者、政治に期待低下。調査会社のマクロミルが2022年度に20歳を迎える500人に調査した結果、日本の政治に期待できる、どちらかといえば期待できると答えた人は去年より 5.6 ポイントマイナスの 18.4% でした。一方、期待できないは 7.2 ポイントプラスの 27.6% で、調査を始めた2013年以降で最も高くなりました。関心を持っているニュースについては1位が少子化対策で、2位に経済・金融政策が続きました。タブロイド紙と悪魔の契約、ヘンリー王子王室批判。The relationship between 特定の王室のメンバーとタブロイド紙との関係です。彼ら特定のメンバーは王室のイメージ改革のため悪魔と手を結びました。しかしそのことが私や私の家族に迷惑をかける場合は、私は彼らとの距離を置きます。回顧録発売を前にインタビューに応じたヘンリー王子。イギリス王室の誰かがヘンリー王子やメーガン妃たちの情報をタブロイド紙に漏らしていたという衝撃的な主張を行いました。10日に発売予定のヘンリー王子の回顧録スペアですが、発売日前にスペインで誤って販売され
その内容が明らかに。回顧録には王室の内幕の暴露、特に兄ウィリアム皇太子との不仲を決定づける内容が含まれていました。さらに波紋を広げたのは、私はあの25人を人間とは思わなかった。彼らはチェスの駒でした。従軍したアフガニスタンで25人を殺したことを認める衝撃的な内容。これに対しアフガニスタンから非難の声が上がっています。カロリーが気になる方、旨味たっぷり海産雑炊が62キロカロリー、出汁が香る鶏出汁麺は35キロカロリー、世田谷支店食品のカロリースマート、極旨雑炊と麺の極食セット、そのお味は、これ石ですわ。紅鮭のこの良さが出てますよね。これそれとこうカニの独特の甘みですよね。それがふわっとこう枠を合わせてはります、ね。